get to the top of my back. I'm trying to get this as high as possible. お願いします。あー超えちゃう、oh, no. 大丈夫ですかね。なんとキャリーで300ですよ。すごい、キャリーで300、トータル 322.1。私が理想としているのはバックスイングしたときにこの肩の上級が高ければ、左手が伸びながら高いところに上がっていくことを心がけています、多くの方というのは悪い例としては左肩が高く上がらなくて手が上がらないので曲がっていってしまうというのは非常に悪い例だと思います、そしてダウンスイングでもう一つの悪い例としては多くの方はダウンスイングの時というのは太ももの裏のところにストレスを感じながらダウンスイングすると思うんですけど、ここの柔軟性が低いとダウンスイング時に回転しようと思うと右膝がボールの方に近づいていってしまいがちです。そうすると詰まって右にオープンになった状態でインパクトを迎えることになるので、こちらの太ももの裏の柔軟性というのも鍛えることで左手に引っ張って左腰を切りながら回転していくときに右膝が前に出ないでそのままの状態で振り抜いていくことができるようになるので、これがヘッドスピードを上げるコツでもあります。Thank you for watching, and I hope that you guys will watch this on Waggle Online. 見てね。